カリカの今展示棟として使っているんですけれども、こちらは1925年の建物だそうです、えー。正面玄関がありますけれども、その部分の建物はもっと古くてですね、明治の36年の建物と聞いてます。2001年まであの国地小,小学校っていう学校でした。もう一つのっていうのをまあ名前つけたのは私なんですけど、今までの 何て言うんでしょう見方とか物事の見方と全然変えられるぐらいのエネルギーを持った作品を紹介する美術館でありたいと思ったっていうのがまずあってでそれはあのオルタナティブあの別もうそれがもう一つですよね新しい価値観を持ったとかそういった意味の,あの美術館でありたいと思う たっていうので、まあもうもう一つの美術館と名前を打ったんです。私はまあ美術系の大学で出て,てで、いろんな美術館に行ったりしたんですけれども、でもあのハンディキャップのある人たちの作品に出会うっていうことはなかったです。1999年にあの。 東京都美術館であの「このアートで元気になる」っていう展覧会それ自体の,そのパワーももちろんあるんですけど私はあのこの服部忠さんが書かれた文章でちょっとこうガンとき <laughs> た部分があって敬愛する陶芸家がその中に出てきてたんですね。全然その経歴には載ってないけれど あの滋賀の方の施設でアートボランティアをしてた時期があったっていう私が好きになったきっかけの作品なんかはすごい斬新なんですよね、まあ、やっぱりこういう経緯があったんだとその頃ちょうどあのこの地域の学校が皆廃校の危機に直面していて学校としては終わってもね壊すっていうことはないだろう。 と思ってそのハンディキャップのある人たちの創作の社会に届かなかった理由っていうのはそういうものを紹介する機会がなかったからだろうと思った。じゃあなないならその廃坑を使って、まあビーズ館を 全国に1個ぐらいあったらいいんじゃないかと思っちゃったっていうのが前はあの普通に廊下だったんですけれど2007年にベルギークレアムっていう団体がベルギーにありまして、えー、落書きワークショップっていうのを開催しましてその時の分担しながら書いていった正面玄関です。で私自身に あの自閉症の子もいましたので見えないバリアってすごく社会にあるっていうのがやっぱり生まれてきて分かったんですよね。あの周りに遠慮しながら生活しなきゃならない状況ですし、ちょうどその頃あの子供の教育にまああの山歩きがいいっていう情報とか窯も作れてそんなところで生活してみたいな。 思っっってててたたいうのもあ,って、まあ生活をし始めたのが98年奇跡的ですよねこういうことができるんだっていうのは、うん、別な言い方するといろんな方の協力ができてそれだけ社会の中でないことだったからそこにはみんなの,あのご厚意というか熱い思いが。あの 協力があったからできたなと思いますこの部屋が、えー、今展示してますもう一つの生き方、えー、自分の時を美しむ展の展示室です、はい、2001年の時は他にはどこにもない美術館でまあ、そっからまあ20年以上経った状態で あのハンディキャップのある人たちの創作活動だけにとらまれないで、まあ、しょあの紹介する美術館とかギャラリーとかもあのできてるわけです。じゃあそういう中で次もう一つの美術館はどういうことを目指すのかっていうところですけども。 まあ別の見方のできることをなんか新しいものを発信していくっていうところは変わらないだろうなと思うんですけども難しいのはあのこう現代作家さんは自分のコンセプトがはっきりしててであのこうどう展示したいかっていうのもはっきり分かる。 人たちじゃないですか。で、ハンディキャップのある人たちって、まあ特に知的の場合なんかは、こう見せてくださいなんてないんですよ。作った時がすべてで、その辺のコンセプトの違いを見せつけられちゃう場合もあるんですよね。でもそれを通り過ぎて、なんかちょっとこうもうちょっと違う部分の、うん、作る喜びとか、あのそういう感じで。 ところで言えば同じレベルなんですよ。すごくアートっていい媒体なんですよ。そんなあの口でこうバーバーとあの言うよりも作品をきちっとライト当てて見る人にこう伝えられるようにできればその説得力はすごいと思うんですよ。まずはこう存在をこう好きになってもらえる。 きっかけにななるようなもちろん大変な部分もあるけれどもそれをいい風に点火できるのもやっぱりアートの力なんじゃないかなと模索状態はある今模索している状態ではあるかもしれないですね。